皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。NHK スペシャル、キーウ、子供たちの冬ということで、素晴らしい特集だったので、番組の内容を解説をしていきたいと思います。ウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻から1年が経とうとしているわけですけれども、ウクライナの子供たち、特にキーウの子供たちに、絞った特集ということで、非常に素晴らしい、特集だったんですけれども、学校でですね、取材をしに行くと、小さなウクライナの子供たちがですね、プーチンはクソ野郎だとか、プーチンが死にますようにとか、ロシアには亡くなってもらわなくては困るっていうことを言ってるわけですよ。で、学校の校庭とかにはミサイル撃たれた跡とかあるわけですよ。で、親がね、そのもう戦場に行ってるとか、ね、空襲警報が鳴ってるとか、もう当然プーチンやロシアに憎悪を抱くのは、これ当たり前すぎますよねっていうことですよね。さらにはですね、もうちょっと大きな、16歳ぐらいの方だったと思うんですけれども、同級生をたくさん殺され、その死体を見てきたと。見て見ぬふりをするロシア国民全員許さないと。もう本当に、いや、そりゃそうですよねっていう話ですよね。大虐殺が行われた、マリウポリから避難してきた、方なんですけれども、1ヶ月地下室に、閉じこもっていて、もう感情を殺さないとやっていかれないみたいなところまで、追い込まれた方で、この方が言うにはもう本当にその、もうその死体の匂いとかも一生忘れられないんだと、もうこんなことをされて、もう本当に全員、ロシア国民全員許さないって、そりゃそうですよねっていう話だと思うんですね。で、このようにですね、ウクライナの子供たち、ロシアに憎悪を抱いていると、小さな子から割と大きな子供まで、学校を卒業したら軍に入るという、これ当然の、感情だと思うんですよね。で、そんな中ですね、再開した学校で、戦争の話題を避けた教育でいいのかっていうことで、先生たちも戸惑っていて、これちゃんと向き合わないと結局子供たちも内に秘めたまま発散できなくなるんじゃないかということで、戦争の授業をやろうということで、子供たちの本音と向き合うと、これ非常にいい取り組みだと思うんですよ。ただやっぱり非常に難しくって、実際にその授業の風景が映し出されてますけど、その戦争の授業をやったことによって、いや、そういうね、もう内に秘めた、もうそのロシアの憎しみみたいなのを逆に言葉に出すことによって、新たにある程度発散できたりとか、いや、もうこんなひどい目にあったんだよっていう、ずっと一人で抱えたものを、こうね、皆さんでシェアできるみたいな、いいプラスの面もある一方、逆にその話題を触れることによって、とてつもない、もうトラウマになってしまうような悲しみを思い出して、もう、振られて感想、いや、どうですかみたいな、これについてとか言われたら、いや、もう泣き崩れて何も言えないみたいな、だから逆効果みたいなものもあっては非常に難しいな。ただ、その番組の作りと内容から見る限りは、避けたよりも、向き合った方が良かったみたいな、編集にはなっているというところですね。で、これ思うのは結局、憎しみの連鎖が戦争、憎しみの連鎖が、将来の新たな戦争の火種になるということで、いや、結局、この子供たちにしてみたら、大人になったら、もう絶対ロシアに仕返ししてやろうと思いますよね。こんなふざけた国に何してくれるんだという話に、当然なりますよね。子供の頃に父親を殺されたり、友達を殺されたり、空襲でその自分の家をね、ボロボロに壊されたりって絶対に許さないじゃないですか。いや、当然だと思うんですよね。結局そういうのが、新たな戦争の火種になって、例えばね、今度はじゃあウクライナがロシアをもう攻めてやるんだみたいな、モスクワをもう殲滅してやるんだみたいな話になれば、逆に今度はロシア、モスクワの子供たちが、また何やってんだ、ウクライナみたいな話になって、この延々と続くということで、結局、結論としては、戦争早期にやめさせないことには、どんどん憎悪や被害は増幅していく。この先ね、長い短いっていう問題ではないでしょうけれども、1ヶ月で終われば、ね、死者が例えば、
例えば1000人で住んでたものが1年続けば1万人とか2万人とか5万人とかになっていくと、悲しみを覚える人や、憎悪を、抱く人が増えていくということで、早く辞めさせることで、この早く辞めさせるっていうのも、その日本のアホな、当時の、その戦争が起きた時に、ウクライナ早く降伏しろよみたいな。これ以上被害を増やするな、みたいなね、停戦交渉してロシアの言いなりになれ、みたいなことじゃなくて、やっぱ仕掛けた側の始末をしないことには、結局これ止まらないよねっていうことなんじゃないかなと思う、ということで、現状では、ヨーロッパ、アメリカが、これが良かったのか悪かったのかわかりませんけれども、世界大戦にしないために、ある程度、間接的な支援にとどめる。段階的に支援を行ったということによって、ある種の、バーッと世界大戦になるようなことは防げたものの、それは結局、ウクライナの犠牲に伴ってそうなっている。そして1年も長引かせてしまったという、ある意味、長引かせることによって、アメリカやヨーロッパというのはそんなに被害は及ばないわけですけれども、一挙に片をつけて支援をするみたいなことになったら、また巻き込まれて、大きな戦争になってしまうという意味では、賢い戦略だったのかもしれませんけれども、その代わり、1年、どっちもどっちみたいな感じで、ウクライナの被害が増えていくと。ロシアはロシアでね、全員国民、全員許されないっていうのもありますけれども、ロシアはロシアで結局逆らったら、プーチンに殺されるみたいなところもあるので、非常に難しい、問題ですけれども、とにかく早く辞めさせないとっていうところが、結論なのかなという気はします。ということで、非常にね、素晴らしい特集でしたので、これね、ぜひね、見ていただきたい NHK スペシャルキーウ子供たちの冬、ぜひ見ていただきたいなと。日本は他人事じゃないですからね、北朝鮮を皆さん舐めすぎですから、中国舐めすぎですから、北朝鮮はかつての北朝鮮と違って、マジで戦力をアップしてて、本当にやる気になれば、韓国とか日本とかアメリカ潰す気でいますからね。それも、しかも中国が台湾に攻めて、ロシアが例えばね、ウクライナにまた大規模侵攻してみたいな、同時にやられたら、アメリカといえども、そこまで対応ができない。ましてやね、アメリカは自分の国が攻められてるわけじゃないですからということになると、これ日本が見殺しになって、このような状況に日本がなることも、ありえなくもないということを踏まえてですね、ウクライナの状況を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。